こんにちは、受験情報チャンネルのブラック先生です。進路実績、合格実績の2校目ということで、今回取り上げるのは越谷北高校です。前回取り上げた春日部高校と比較しながら少しお話ができればなというふうに思っています。まず画面に出ているのが国公立大学というところなんですけれども、旧帝で考えると東北大の2人ですか、あとはなくなっちゃうということですので、旧帝、旧帝レベルというところで大くくりにしても東工大がここにあって2人ですか、その辺までですかね。越谷北高校の場合は理数科がありますので東京工業2人、現役1人というところが出ていますけれども、春日部高校と比較すると、いきなりですね、東部地区では春日部じゃなければ越北かなみたいな、いい争いを入学時には偏差値的にはしているんじゃないのかなというところですけれども、越谷北高校からでは旧帝にはなかなか入りづらいよね、さらに言うと東大京大というのは出ないよねということになっていきますので、学校の雰囲気的にも、男子校と共学校という違いも、影響しているのかもしれないですけども、その辺は分からないですけれども、越谷北高校だと、国立の超難関を目指すお子さんというのはだいぶ減っているのかなという気がしています。で、ただ、人数的なところでは、国公立合わせて、現役99人、画面の一番下ですね、現路を合わせて108人ということになりますので、人数的にはそれほど差がないのかなというところではありますけれども、超難関が、なくなる分、旧帝も含めて難関校がなくなる分、その分どこで稼いでるのというところですけれども、やっぱり地元の埼玉、千葉、この辺が人気というところになっています。あとは通いやすいというところで、同じ話ですね、筑波が今年は2桁に乗せたよというところで、昨年の3人からは大幅増ということになってくるかと思います。で、これが前回取り上げた春日部ですけれども、春日部ですとやっぱり、この辺ですよね、東大京大をはじめとする旧帝、あるいは神戸大ぐらいまでがこの太い線で、一度区切られていますけれども、その辺まで、あるいは筑波を含めるのかどうなのか、あとは地元の最大を含めるのか千葉を含めるのか等々で、見方は変わってきますけれども、この、大人数いるのに比べると、その辺は見劣りしてしまうというのが、越谷北高校ということになっていきます。あと一方ですね、女の子がいますので、お茶の水女子ですとか、女子大が奈良女子ですとか、女子大が含まれているという特徴は、当然あってしかるべきということになってくるかと思います。で、私立の方なんですけれども、私立はですね、前回取り上げた春日部の方はもう、主要大学しか載っていない状況で、あとはその他次第みたいな形で500人台600人台で大くくりにされているので、一概に比較することはできないんですけれども、まず上から見ていって、で人気のありそうなところというと、やっぱり地元の独教、あるいは通いやすそうなところで千葉工業、あるいは地元の文教、この辺が、人気なのかなというところで、人数的には2桁を出している状況です。で、あとはですね、それほど主要大学というのがこの表の中では見当たらないですね。で、あとは慶応がここにあって、慶応が6、7人毎年出してますよという数字になっています。で、慶応を取り上げると早稲田を探したくなるんですけれども、早稲田が30人から40人の合格者ということになってくると、昨日の春日部と比べると、早稲田は、それほど、遜色ない数字なんですけれども、慶応が、1桁と2桁の違いになってきてしまいますので、
まあ経まあ、どこの高校を見ても、慶応の方が早稲田に比べて、合格者は少ないよねという傾向はあるようですけれども、まあ、慶応でも、しっかりと合格者を出している春日部に対して、越北ですと、早稲田は2桁40人台30人台という数字ですけれども、慶応になるとなかなか合格しづらいよねというレベル帯になってしまう。ここに、まあ、若干の違いがあるのかなというところです。あとはですね、春日部の方が、あまり資料を細かく出していないので、比べるとするとというところですけれども、法政がどこかにあれば比べやすいかなと思ってはいるんですが、法政がどっかに行っちゃってますかね。ないわけないですし、先ほど見かけた気がするんですが、法政が、まあ、また出てきたらお話ししましょうかというところで、上から見ていくと、人気のところが独協文教のお話をして、あとは地元の目白ですとか、そういったところが、あとは浦和ですとか、そういったところが出てくるという状況ですね。で、青山が13人、その下ですと学習院が23人で、慶応があって、芝浦工業の58人、上智が19人、この辺を比べていくとそれほど春日部と変わらないのかなという気はします。それから、まあ、女の子らしいところですと津田塾ですとか、その辺に少数いて、あとは、理数科を抱えているというところがありますので、東京電機の65人、東京理科大の52人、この辺が、ボリューム層ということになってきます。あとは埼玉で、大人気の東洋大ですね、190人、もう200人に迫る勢いで合格者を出しているということになってきます。で、明治は春日部ほどの人気ではないというところですね。で、その下ではあとはそんなところですかね。結局法政が見つからなかったんですけれども、法政どこ行きましたかね。私の目が悪いのか、法政検索してみましょうか。構成見つかりませんになってますね。ですので法政がどこかへ行っちゃってますね。法政、あったんだよなということを何度つぶやいてみても、ないものはないということになってくるんですかね。提供はある、法制ないですね。法制がない状況です。そんなところで、あと気になったのは短大専門学校というところですけれども、今年は1人ずつ、専門学校が、3校にいるようです。ですので、まあ専門学校へ進むのが、悪いことということで、一括りにはできない部分はありますけれども、中学から高校へ進むときに、まあ、越谷北高校へ進めるだけの学力を持っていたお子さんがここで、専門学校へという道を選ぶということになると、まあ、学力面ではちょっともったいないのかなという、イメージがありますし、逆に言うと、まあ、例えばこの一番上の香川調理製菓ですか、そうすると調理師さん、まあ、お菓子を作るですとか、そういった形なのかなという、そういう専門学校なのかなというところ、あるいは、服飾関係、利用関係で3名いますけれども、もともとそういう道を選ぶということでしたら、逆に言うと、学力が、まあ、別の意味で武器になって、こちらの、進路で、輝いていただければ、それはそれで一つの道なんじゃないのかなという側面と、ありますので、その辺をどう考えるのか、こちらはもう、各ご家庭あるいはご本人さんの意向ということになっていくと思います。
ですので、中学生、中学3年生が高校選びの時に春日部にしようかな、それとも、越谷北にしようかな、特に男の子のですと春日部と比べるということになってくるかと思いますので、この旧帝はじめとする国公立大学の上位をどういうふうに狙うのか、あるいは、私立大学の上位をどういうふうに考えるのかを比べていただいて、越谷北のこの進路ですね、地元の最大レベルを狙うからいいんだよという考え方も一方ではあるでしょうし、もっと上の旧帝を狙いたいんだよということであれば、越谷北ではもしかすると学校の雰囲気等と生徒さんが結局は進んだ高校の中でできる友達の基準というか、みんなこういうふうに考えているから僕も私もこういうふうに考えるという形になってしまって、旧帝は目指さないということになってしまうともったいないという場合もありますし、私立の上位ですね、早慶はじめとするところを、どう考えるのか、そこまで頑張りたくないよということに、主に交われば赤くなってしまうともったいないのかなという側面があるのかなというふうに思います。ただ一方ですね、法制見つからなかったですけれども、青山の13人等々の、マーチと言われるところ、明生立法中のところはしっかりと数字を稼いでいますし、その下の日東駒線あるいはその間に含まれるような女子大を、狙うということであれば、それはそれで一つの道なんじゃないのかな。で、東洋大にはしっかり受かるよねということを考えると、東洋大学までで泊まれる大学受験ということで、考えるのであれば、越谷北高校はありなんじゃないのかなというふうに思います。で、中学から高校に上がる時の偏差値から考えてみても、ここよりも下になってしまうと、受験で勝ち上がってマーチ以上を目指すというのは、だいぶ厳しい戦いになってしまうんじゃないのかなというのがなんとなく透けて見える、進路実績ということになってきます。ですので、ここからもう一つ偏差値レベル帯では下げて目線で、次は越谷高校を取り上げてみようと思います。では今回のお話はここまでです。ぜひチャンネル登録していただいて、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。